皆さんこんにちは。今回はですね、なんとオナキン100日以上達成された清と小松原さんにお招きしてご自宅にですねお招きいただいて、飲みながらオナキンの効果等をですね、気になる方もいると思うんで、いろいろ言いますかね。いや、いると思うんですね。私も実際気になりますし、本当に記念すべきことだということで、せっかくなんでインタビューさせていただこうということで、はい、全然飲みながら食べながらちょっとできればと思って、はい、ということで100日、正確には137日、今日現在の時点で4ヶ月半、約4ヶ月半すでにオナキン達成されているということで、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。じゃあ乾杯。大丈夫なんですか、チャンネル的に。大丈夫なんですかね。個人的には別にオナニーということに関してそんなに引け目を感じないというか、しんなしね、目指されてる方が今どういう気持ちで見てらっしゃるのかがすごい私は心配なんですけれども、週刊誌の方もむしろ勉強に集中するためにオナキンした方がいい可能性もありますし、一説によるとアスリートとか試合前にオナキンをすると格闘のかなんですけど、確か1週間前だったの、はい、1ヶ月前かもしれないです。禁酒とオナキンするらしいんですよ。あ、そうなんですね。でもそれでも30日もあるんですね。で、今回4倍達成してるっていうことで、はい、継続力の鬼みたいな印象で、ね、僕は小松さんは持ってますけど、まあ最近はそうですね、そういう形にですよ、ね、なっていこうかなと。オナキン今今回はテーマですけど、勉強カフェの来店記録ももう337、もう少し1年後に。オナキンプラス200が勉強カフェ記録。わかりやすいですよ。オナキンプラス200。オナキン137日っていうのは本当にもう怒涛の記録で、果たしてじゃあ真似をできる人がどれだけいるんだと、この日本人男子じゃあ100人いた時に、さあやりますよって言った時に、僕は100人中1人もいない、1000人いて1人かなと思うんですよね。継続の秘訣とかをまず聞きたいのと、あと効果っすよね。今までずっとオナキンはしてこなかった。どんぐらいのペースだったんですか。そうですね、平均とると週2、3じゃないですかね。週2、3が平均のオナニーペースというか。そうですね、こんな真面目な顔して話すことなんか。いやいや、これは結構でもすごい動画だと思ってて、なかなかないと思うんですよ、こういうふうに語るっていう。そうですね。で、別にオナニーって人間の生理現象なんで、はい、基本的には生物学的な話にも通ずると思うんですよ。実際でも、スクーっていう学びの動画サイトがあるんですよ。はい、月額980円とかで見放題で。まあ、要は大人の学び直しに対応した動画スクールみたいな。はい、基本的にはそういう、まあ、真面目なプログラミングとかデザインとか。で、そこでも特殊になってました。そうなんですか。人類のオナニー学みたいな感じで。なるほど。オナニーってみんなね、隠したいみたいな。言い方が多分良くないんですよね、ニュアンスが。出会い系サイトっていう言い方がみんな敬遠してたけど、マッチングアプリになってから頻繁使うようになったみたいな感じで。それ、だから言い換えた方がいいんですよね。そうですね。マスターベーションとかですかね。マスターベーション。まあ、その、よりアカデミックに言うと。よりアカデミックで使いやすい形に。だからまあ、言い方はちょっとオナニーで今回行かせていただきますけど。オナニー。スクーデさんでも、特集5回ぐらいやってました。オナニーで、しかもそれは女性アナウンサーが語ってるんですよ。すげえな、みたいな。カオスですね。っていう感じで、私たちも学び直しを扱う勉強会ですから。はい、勉強会に絡めちゃっていいんですか。いやまあ普通に勉強会で大阪 T シャツ着ちゃってます。普通に、そういうところに私はね、ちゃんと行きたい。目を背けずに。女性の方見たら敬遠しないですかね。黙って見てくれてればいいと思うんですよ。その反応しなきゃ誰もわかんないですから。後ろめたい気持ちは、ね、あるかもしれないですけど。というわけでですね、はい、貴重なインタビューなんですけど、まあ週2、3ぐらいのペースでやってたと。はい、この小松原さんおすすめの生姜をちょっとじゃあいただいていいですか。はい。いただきます。うまっ。確かに、やばっ。ジャンツオジャンっていう。小松原さんにおすすめだということで、さっき聞かせていただいて。業務スーパーのオリジナルの調味料で生姜とネギが入ってるので。生姜ベースの。めっちゃ美味しいんでしょ、これ。で、今餃子にかけて食べさせてもらいましたけど、かなり合います。おすすめです。かっこいいものにも合いますね。あ、そう。いろんなものに合う。そうですね。重要なことは伝えますけど、オナキン137日とは言っても、無精による射精は、3回。今まで2回ですね。あ、2回。2回です。射精自体は2回やっちゃってるっていうことだけは。そうですね。それいいっすか。いいっす、いいっす、いいっす。それだけは言っとかないとちょっと嘘になってしまう。やらせはしたくないなっていうのがありますから。はい、なので、厳密に言うと、脳無精ではないっていうポイントもありますね。まあ、ね、はい、まあ、ただそれはしょうがないのかなと。人間、生きてる以上。そうですね。きっかけは何だったんですか。そんな大層じゃないですけど、ね、あ、そうなん、意外とそうなんですね。どんな感じですか。2点あって、はい、1点目が
高校の友達とたまたま連絡取る機会があって、はい、その友達がオナキンを挑戦中で、なんか20日ぐらいその時やってて、あそこで。ああ、友達に負けん、うん、負けないみたいな。そうですね。で、その友達自体もちょっと病気がちなんで、うん、今あまり働けるような状態じゃなくて、なぜかオナキン、まあちょっと頻繁に連絡取って、その子を励ましたいっていうのは一点あります、ね。あ、そのオナキンをきっかけに。きっかけに取りつつ、まあ励ますっていう、そう。まあそれが最初のきっかけ。それ面白いな。二点目がオナニーをやり続けてる人生と思うんですよ。男の人って大体の人が。でそれでこの射精をした後にモチベーションが下がるし、なんか眠くなるっていうパフォーマンスの低下が見られたんで。いや俗に言う賢者タイムですね。そうですね。賢者タイムがもうなんか嫌になってきて、うん、で特にフリーランスの場合ですと案件が来たらすぐ対応しないけどいけないっていう中なんで、賢者タイムの時に案件来た時にいつものパフォーマンスが発揮できないっていう。ことになってくるんで、なるべく賢者タイムを設けないようにしたいっていう風に思ったんですよね、うん、で始めてみようって思ったって感じですね。賢者タイムのデメリットを解消まあそうですね、一つとそのご友人の方の会話のきっかけと、うん、そうね、はあはあ、なるほど。でも今までその享受されていたメリットの方でも失われますよね。ストレス解消とか、まあ言っちゃえば男子たるものエロは重要じゃないですか。だって種子繁栄というか、あそのもう生物的 DNA で、そうですね。で別にセックスとも別だと思うんですよ。オナニー独特の、まあ、いわゆる快感が僕はあると思って、はい、セックスでも補えないものではあると思うんですよ。基本的にはストレス解消とか何か得られてたものがあるはずなんですけど、そこを失うのは別に良かったんですか？失うって感覚はもうなくて、何回も賢者タイムにこうなってくると、うん、その行為自体に対していいイメージがどんどんなくなってきて、メリット自体が感じられなくなってきた、うん、そもそもそういう媒体ビデオとかずっと見てるわけじゃないですか。物心ついた時から。そうですね。なんかそれ自体も飽きてきて、なのでその行為自体にあんまりメリットがどんどん低下していった感じです。だから今この年まで来たからできるっていう感じですね。なるほど。二十歳ぐらいの自分やったらまだまだそういうの見たいっていう気持ちがあったんで多分見てたんでしょうけど。だいぶ見てきたっていう背景が大きい。そうですね。っていうことですね。飽きちゃったっていうのは面白いな。なんか今までだからもうだいぶ見てもう新鮮味がないみたいな、同じ繰り返しみたいな、え、挫折経験はないんですか？そのオナキンをやろうと思って今回こんだけ続いてますけど、近いなと思ったらタバコに近いなと。タバコも何回も禁煙してやめてまた復活してるじゃないですか。でまあ私も喫煙経験があるんで分かるんですけど、何回かまあやめたと思っても飲み会とかで一本もらった瞬間に復活するみたいなことありましたけど、今はもうずっとやめてますけど、飽きたみたいなところも大きかったですね。というかそのデメリット、めんどくさいみたいな、喫煙所探す、あと臭いし、金かかるし、肺が痛いしみたいな、もう全部嫌になってやめたんですけど、挫折はない。今のところないですね。あ、じゃあ初トライの初成功みたいな。そうですね。すごいですね。どこまでいったら成功かはちょっとわかんないんですけど、でも100超えたっていうのは正直ブログとかに書けるレベルですよ。もう自信持ってますよね。100って、さっきも言いましたけどアスリートですら1ヶ月くらいなんで、今の心境的にはもうしたいとすら思ってないと思う時もあるんですけど、さすがに100日耐えれてから、はい、まあ我慢できるだろうと思う感じですね。今までの自分に自信持って、まあそうですね、あれを超えれた自分、うん、そうですね。その137で一番やばかった時ってあるんですか？やってしまいそうになったみたいな。ああ、無制した翌日とか開き直って。1回目の無制した。そうですね。1回目の無制。ああ、それは何日ですか？60日ぐらい。60日目ぐらいで1回ちょっと無制しちゃって、もういいやみたいな。そうですね。なんかね、30超えて無制すると、なんかすごいテンション下がって、ちょっとやけになる。やけしこりみたいな。あと、あれが大きいですね。会社員してるときはストレスがあったんで、なんかそれが解消するためにやってる部分もあったんですけど、うん、今、フリーランスになってストレスがほぼなくなって、ストレスを解消する、元のストレス自体がなくなってるから、なるほど。やる意味もあんまなくなったって感じです。フリーランスになってストレス度が結構減ったんですよ。めっちゃ減りました。で、それに必要ってしてたオナニーというその行為自体も求めなかった。そうですね。オナニーも含めて、その、夜更かしとか、いっぱい夜にご飯食べるとか、この辺も結構ストレス発散のためにやってた部分があって、なるほどね。それいろいろが我慢できるようになってた感じですね。確かに小松原さん、痩せてますし、自分から見ても。そういう健康感がすごくなってますもんね。邪念が取れたっていうか、別に邪念あったわけないんですけど。そうですね。ビフォーの邪念がどんだけあったんか気になりますけど。なんか
スーッとしてる気がする。なんか浄化された感があるんですよ。どう言ってもなんかビフォーはどうやってになりますけど。いややっぱでもその通常の人と比べてると一般的なサラリーマンのオーラだったんですけど、それがなくなって気がするんですよ。ホーリーとか使える感じです。FF で言うと。ちょっと白魔同士ぐらいの感じになったっていう。でだから努力したって感じもないってことですか。一日耐えたぐらいで。波は来るんですけど、はい、まあなんとかっていう。やってしまいたいなと思う時はあるけども。時もありますね。はい。でも、それを継続できている理由は何ですか？もうそこでグッとこらえる。やっぱり賢者タイムの無意味さを骨身にしみてるっていうのが多くて。まあ、あと友達にも報告できるっていうのがあって、承認欲求も多分満たされてるんでしょうね。友達も続けてるんですか？友達は挫折します。60日ぐらいで。まあ、でもすごい。じゃあもう、独創状態です。そうですね。だから一回リタイアしてしまうと0日に戻るんで、で自分が継続する限りその差は埋めれないんですよ。確かに。そうですね。自分がやり始めた時は友達がもう20日ぐらいリードしてて、もう先輩みたいな感じだったんですけど、リタイアした瞬間めっちゃ後輩になるっていう。自分がその分続けてるんで。でも僕思うんですけど、その賢者タイムの喪失感みたいな虚しさをよく思い出せません。なんか忘れちゃいません。そんだけ焼き付いてるんですか。そうなんか脳裏に焼き付いた恐怖体験みたいなぐらいのレベルで思い出せるみたいな。そうかもしれないな。なかなか真似できないですね。で、実際に期待してた効果って何なんですか？そんなにまず期待はしてなかったんですけれども、賢者タイムがなくなったんで、はい、その分パフォーマンスは以前と比べては保ててるかなって感じですね。そうですね。で、午前作業します、昼にしちゃいます、で、そっからもう寝ちゃったりもするんで。賢者のあたり。そうですね。で、変な時間に寝て、で、その寝てる時間作業できないし、変な時間寝てるんで夜も眠れないし、うん、で、よく朝早く起きなくてまた変な時間に起きてっていう、悪いリズムがこう、生まれちゃうんで。まあ確かにでもよく考えたら、その AV とか見てる時間もそうですし、賢者の時間もそうですし、探してる時間もありますよね。まあ、いわゆるエロに費やされてた時間がもう全部違う生産的な活動に使える。すげえな。そう考えたら確かにいいこと多いですよ。時間面もそうですけど、体調面は変わりました。体調面は正直わかんないんですよね。お泣きにすると、いろいろ体調面でのメリットがあるっていろんなサイトに書かれてるんですけども、まず自分は筋トレも、結構同時期に始めてるし、半日断食も同時に始めてるんで、体軽くなったなとか、寝起き良くなったなとか、いろいろいい面はあるんですけど、果たしてそれが断食のおかげなのか、筋トレのおかげなのか、お泣きのおかげなのかがもう分かんないんで、ちょっと一緒にやっちゃってるんで。でも実際に寝起きがいいとかは思うんですか？そうですね。で、今まで夜に寝ることが多かったんで、夜にそういう動画とか見ちゃうと夜寝れなくなって、ね、はい、翌朝起きるのがしんどくなったりして、翌日のパフォーマンス悪くなるっていうのがよくあったんで、結局そこが一番痛いかもしれないですね。睡眠の質が下がるっていうのが今まであったんで。それがなくなった。それがなくなったですね。相当デメリットに感じてたんでしょうね。それもやめられちゃうんだろうな。まあそうですよね。それまあ何回も何回もこう、15年ぐらいは多分そういうデメリットをずっと味わってきてたんで、もういいやっていう感じでしたね。さすがに。今後何日までやるとかあるんですか？決めてないんですよね。もうしたくなる時はあるっちゃあるし、一応ハーバード大学でしたっけ？あまりにもお泣き続けると、前立腺がんの確率上がるっていうのがあるっちゃあるんで、週1とか月1とか。今後は調整しているのは。調整。すごい世界です。まるでアスリートかのように言ってますけど。1回ぐらいやっとこうみたいな。もうだからもはややる必要ないぐらいに持ってるってことです。そうですね。前立腺とかのリスクさえなければ。うん。すごいな。まあそれほどに賢者タイムを恐れてる感じですね。あ、それが本当に嫌なんですね。そうですね。なんかでも深い話になってきた。深いんですか？そっちなんだみたいな。なんか、デメリットを恐れてるんやみたいな。ああ。身体的な。効果いろいろサイトとか載ってるのが信じられなくて、あモテるようになるんだとか、そうそう、ね、肌が良くなるとか、ね、それに関する医学的なエビデンスがないんで信じることできないし、個人差によるっていうのがあるんで、結局やり続けるしか分かんないんですよ。自分で実験。そうですね。そっちの効果どうですか？モテたりとか。全然ないもう一人僕の知り合いでいるんですけど、180日ぐらい今達成したらしくて、その人モテるようになったらしいです。80ぐらいかなるかもしれないです。持ってるようになった要因がほんまに大泣きなのかっていうのは、そもそも、はい、人によるってことでしょ。180日後と初日で何にどこまで差が出てるのか気になりますね。顔写真とかこう撮ってて、明らかにこうイケメンになってるとか言ったらなんかオーラみたいなこと言ってました、その人。でも大泣き、俺はできてるっていうのが自信になって、あ、 そっちそれがオーラになってるかもしれないですね、もしかしたら。
じゃあ、まあ今後としては、まあ本当に定期的に前立腺リスク下げる程度の感じで、そうね。オナザルに戻ることはないみたいな。ストレスがない限りは。そうですね。わあ、すごいっすね。え、今後じゃあオナ禁は進めますか、いろんな人に。どうでしょうね。ストレス抱えてる人には進めてもやっぱりできない気がしてて。達成できない、そうそう、うん。そっちの自己嫌悪ありますね。なんか達成できなかったという自己嫌悪になりそうですよね、うん。でも睡眠の質が下がってるようであれば、進めるとか、頻度を落とすとか。うん、そのオナニによって夜の睡眠が。下がってるようであれば何かしらアドバイスするかもしれないですね。プチオナ禁とかでも最初はいいのかもしれない。そしたらね。そうですね。週1とかにするとか。全然そうですね。はいはいはい。で、どこまでしたいかって、その人によって違うし、その人が何歳とかも違うし、どこまでそういう動画とか見てきたかとか、まあ、性欲の強さも違うし、生体験がどこまであるんかによってもまた違うと思うんですよ。加藤隆とか確か全然一人ではしないとか、そういうの言ってるとかあるんで。まあ、燃料みたいなのあるんですよね、あの人たち。燃料切れになっちゃう。ほんまに人それぞれです。確かに。賢者タイムによるデメリットを感じてる人がいるなら、何かしら応援はしたいですけど、ね、あ、一つ言うとしたら何ですかね、アドバイスとしては。一回、やっぱ週一とかにしてみてほしいっていうのと、オナ禁止良かったなと思うタイミングって気持ちよく起きれた朝やと思うんですよ。オナ禁止良かったなと思うタイミングって気持ちよく起きれた朝やと思うんですよ。今までは夜にそういうのしちゃって、朝目覚め悪かったんが、我慢することで気持ちよく起きれた、ね、今日一日能動的に頑張れるっていう。朝の気持ちよさ。それを体感してほしいって感じです、ね。なるほど。まずは朝気持ちよく起きようと。いや、素晴らしいインタビューだと思います。大したこと言ってないですよ。ちょっと次、もしね、200とか300とかあり得たら、ね、ちょっともう続きをインタビューしたいと思いました。はい、というわけで、ちょっと今日は、オナ禁137日現在達成者の松原さんにインタビューさせていただきました、はい。普段はね、動画編集とかの仕事されてるということで、はい、そうですね、もしそういう仕事依頼があれば、Twitter を見ていただくというか、そうですね、活動内容の方が、はい、DM で。概要欄の方に貼っておきますので、ぜひフォローしていただければと思います。はい、はい、じゃあ今日は松原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。覚えたり教えられたり勉強したりするんじゃなくて、ある日突然ピンときて、だんだんわかることがある。